今回は蒲田駅から歩いて5分ぐらいのところにあるホテルザ・リップ305号室にやってきています。こちらのホテルは2015年11月7日にオープンしたばかりということで、とても綺麗なホテルです。モノトーンを基調にしていて、赤をアクセントに使っているので、クールというかモダンというか、ちょっと80年代、バブルっぽい感じも味わえるので、若い子とかは新鮮なんじゃないかなと思います。ウェルカムサービスなども豊富で、1階のフロントにはシャンプーバーやドリンクバーもあります。そして枕元には携帯の充電器やナノイーのスチーマーがあります。テレビも壁掛けで大きいです。電子レンジとかね、持ち込み用冷蔵庫などもバッチリあります。そしてこちらが洗面台とバスルームです。お風呂も清潔感があってすごい使いやすいです。シャワーのお湯の出もいいです。そしてこちらがお手洗い、そして洗面台、アメニティが必要なものは一通り揃っております。シートマスクとかもあって、女性用の化粧品とかメンズの化粧品もボトルであります。そしてヘアアイロンやドライヤーもバッチリ揃ってます。